皆さん、はじめまして。プレイズレポートの私は、茨城県日立市にあります日立教会の牧師、島田進と言います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、茨城リデーということについてお伝えしたいと思います。私どもの日本キリスト教団日立教会は、去る2014年1月26日の主日に、茨城リデーの礼拝を守りました。茨城リデーとは、茨城キリスト教学園のニックネームです。1947年に設立され、今年67周年を迎えたキリスト教主義の学校です。人によっては、シオンと呼ぶ人もおりますし、キリタンという人もおります。それほどに町の人々から愛され親しまれている学校であります。茨城キリと私たちの教会は同じ日立市にあります。地方の18万の小さな都市にキリスト教主義の学校が存在するということは、ある意味では本当に珍しいことです。多くの地元の人や近隣の方々が学校で学んでおられますけれども、全国の教会からもクリスチャンの学生たちがやってまいります。今私たち日本は少子化ということが言われ、大都市にある名門の大学もまた少子化という時代の大きな波の中でいろいろなことが厳しく問われております。茨城リデーも例外ではなく、少子化という中で本当に多くの問題課題が担わされております。このことを私たち教会は強く知らされまして、茨城リデーと教会との協力関係を深めていくことを2011年から毎年1月末の手術礼拝に茨城リデーと呼んで、学校のために祈り、また学校から先生をお招きして礼拝の講談にご奉仕をお願いして関係を深めようとしております。今まで3年間学園総長のジム・バットン先生からおいでいただいて礼拝にご奉仕いただきました。今年は藤山先生は中学高校の聖書科の先生です。お説教は詩編62編6節から13節のテキストにして、ただ神に仕えという題でご説教いただきました。当日は学園卒業生、また大学生、高校生の在学生、そして、保護者であられるご両親などがおいでくださって56名という大変賑やかな礼拝でありました。藤山先生のメッセージの後、学園のご様子を伺ったり、また午後には愛参会を持って、先生を通して学園のことを深く覚える時が与えられました。教会と学園の働きは同じではありませんけれども、同じ主イエスキリストの名によって建てられた学校であり教会であります。働き方は違いますけれども、主の御栄を表す、また人々に仕えていくという目的は同じであります。これからも茨城キリスト教学園のことを私たち教会は覚えながら、2つの学校と教会との関係がより深められて主の栄光を表していくべく働きを担い続けてまいりたいと願っております。以上、茨城県日立市から島田がお伝えいたしました。